おいで。かわいい。毛が長い。何そのパグとかしか見たことないの。いやそんなことない。なんでメインブラックに出てくる犬しか見たことないんだよ俺。喋るじゃねえかあいつ。知らないんだけど。何それ。あそうなの。あんたちょっとどうしてんのよ。私そんな見ないもんだってその。映画？あなんていうの広い世界。広い世界じゃないんだよあれ。ちっちゃい頃からもう金曜ロードショーでやりまくってる。広い世界だよ。どうやってくぐり抜けてきたんだよあの金曜ロードショーの包囲網をどうやってくぐり抜けてそんなやってためちゃくちゃやってたよ昔俺らの時は父親は見てたの珍しいなえそんなことあんまない父親見てたよずっと珍しいな父親とお兄ちゃん金曜ロードショーってことでしょメインブラックじゃないでしょえメインブラックもなんか見てた気がするよ熱心に熱心に見る映画じゃないのよこんなこと言ったらあれだけど熱心に見る映画じゃないのよ俺は私、小学生ぐらいの時にアルマゲドン家族5人全員で見に行った。ああ、俺アルマゲドン見てないのよ。でもあれだよ、もう分かんなかったよ。宇宙飛行士の話だよね。宇宙飛行士の話だろ隕石に行ったでしょほら、宇宙だろ、それ。いや、そうだから。ざっくりくくりすぎだよ。え、まともな声してんのえまともな声してんの私うん。私、まともな声してるつもりなんですけどね。ああ。まともじゃないのかうん、変だからね俺の恋愛観ってやっぱりうーんかなり変だと思う何が何が、うん、あなたと恋愛したことないから分かんないじゃなかった私いやそうなんですけどそう誰が元カノとこれ YouTube 飛んで一緒にもしそうだったらびっくりするかなびっくりするんじゃない何がアルマゲドンだよねいやマジでそれこそアルマゲドンだよ何考えてるかよく分かんないって言われますああ俺的には全然そんなことないんだけどでも基本あんま何も言わないそうだよね、うん、何するにしてもそうなんかあんまさ何も多く語ってこないからさ、うん、たまにさ私も気分が乗ってさ、うん、扉こう開けたらさ、うん、意外とすげえなんかいっぱいなんか出てくるあるじゃんあるあるあるあそんなあったみたいな、うん、あるあるあるそんな眠ってたみたいなその扉の中みたいなあるあるあるそうイメージと違うんじゃない違うだろうね、うん、どういう女なんだろうねしっかりあなたと向き合って扱える人ねえ、うん、ずっと一人でいいんじゃないやめてよ何がずっと一人、うん、でもなんかその辺の交差点でさ、うん帰りはさあとなんか10年とか20年ぐらいお互い一人やったら一緒になるなろうって言ってたよね言ってたねみんなで村作ろうとです悲しい村を作ろうそうそうそう孤独村うん亡命しようって言ったもんねそう日本から亡命してそうそうで新しい国を作ろうって言ったね開国してねそうでもなんかやっぱさずっと家にいるとちょっとギスギスしてくんだよね心があの家じゃない違うんだよそういうことじゃない基本的にどの家とかでもさ俺結構さ家にずっといるやつほど賢いと思うんだよね、うん、そうなの、ね、例えば動画とか見たりとかして、うん、過ごしてる子とかって、うん、インプットがめちゃくちゃあるからわかるそうだねそれをアウトプットする場所と経験がないだけで、うんうん、めちゃくちゃ賢くなってくと思うのよ実際外で、うんうん何も考えず飲んでるとかわけわかんないカフェ行ってなんかただ話してるとか、うん、そんなことしてるやつよりも絶対賢くなってるのよ、うん、これはそうねなんかそうなるとさ、うん、変な話さ人の嫌な部分とかが見えてきたりするじゃん自分のレベルだけがどんどん上がっていくからさこいつこういうやつなんだって思えるようになってきちゃったりするじゃんそうなった時が相当やばい時なんですよ人間としての2周目ピンチ2周目確かにアキレス腱断裂して3ヶ月間マジで家にこもってた時めちゃめちゃ知恵を蓄えただよね、うん、そうだよねそうなんだよそしてなんかよりなんか敏感に繊細になったそして、うん、人の悪に対してでしょ人の一個一個の所業がさなんかもうすげえ細かく見えてこのなんだはっきり見えてくるそうなるとさ、うん、こっちの脳みそのキャパシティが上がったわけじゃないからさ、うんメモリ不足になるじゃんあれちょっと大変だね処理するのがバランスだね、うん、ねえよかったね日が長えな長え最近長えだって今何時5時半か
全然なんか質もないもんね。3時半だよね。ただね、分かる景色ね。3時半じゃない5時半じゃないね、うん、この2時間の誤差って結構でけんだよな。一気に来るんだよね。でもね、えそう、一緒に見たい。次までか。一緒に見たいじゃないんだよ。あのなんかさ、なんていうの、そのえなんていうんだっけ、マジックアワーみたいなやつ。マジックアワー、マジックアワーじゃないっけ。えなんかそんなこと言ってよ、ちゃんみなは。ちゃんみな急にこの家で、急にこの家でなんか言ってたよ、なんか急にあの子、これマジックアワーよみたいな。急に何あの子、怖いんだけど。あの子ってなんで。あの子怖い、あの子怖いよ、うん、恐ろしいわよ。何つながりなのっていうか、え、だからもうラジオで。あ、いや、そうなの。ラジオで、うん、なんで急にここになったの。次ゲストに来るってなって、ちゃんみなが、うん、だからその前にその武道館のライブなんか行きますかみたいな言われて、ああ、うん、で、え、あ行ってみたいっつって行って、そこではすごいってなって、うん、ちゃんみなに本当にすごい素晴らしかったですみたいな送ったら、なんか私の YouTube をすごい見てくれてて、でラジオに実際来て話して、うわやっぱそうねみたいな、会うわねってなって、うん、そっから、うん、なるほどね。そう、やっぱラジオ良かったんじゃない、うん、で俺も結局それじゃん。確かにね、ラジオきっかけじゃん、うん、あれで初めましてでさ、え何を感じた、その初めて会った時、私とちょっとね遠すぎたかも。私が距離を取ってたってこと。うん、いや俺にだけじゃないんだろうけど、これみんなになんだろうけど、あーもうあの空間で踏み込むとかないなって思った、うん、あってちょっと話して、うん、もう無理だなと思ったから、うん、もうそんな必要以外に喋らなかった。あー、だちゃんみなのことも聞いてたし、うん、なんか結構共通がいたじゃん、うん、あ、なんかその話とかフランクにしてくれるかなとか思ったら、うん、あ、そっちから来ない感じねみたいな。なるほどねみたいな。で、去り際ちょっと俺言ったじゃん、覚えてる、うんうん、エレベーターの前、エレベーターの前帰り、もう最後の最後、まあ俺別に振り絞ったみたいにね、そう、もう当て逃げえっつって投げてさ、そうだったね、その話で言えたじゃん。もう最後だからさ、関係ないからさ、僕当てで逃げればいいだろう、ね、まあもうそもそも送ってくれると思ってなかったから、あんなみんなで、うん、帰りね、そう、うん、思ってなかったから、うん、あ、お疲れ様でしたって軽くブース越しに挨拶して帰ろうかなと思ったら、うん、みんな来てくれたじゃん、うん、まあ最後だしいっちゃえと思って投げたら、うん、そのボールも当たったのに響かなかったから、あれみたいな、え、当たりましたね。あ、え、みたいな、サバゲーやってってヒットしたのにヒットって言わないこいつみたいな、なんでだみたいな、なんでみたいな感じになっちゃって、うん、あ、なるほどって思ったね、うんうんうん、やっぱ間違えてたんだと思った、あの瞬間は。で、チン、早くしまれ、あんなに早くしまれと思ったことないから、チンってなって、あーっていうぐらい、あで、初めての印象、あ、で、インスタのさ、うん、そのフォローしてる人のをさ、うん、さらに下に行くとさ、うん、フォローしてないけど関連というか関係ない人が出てきたりするじゃん、ちょっともうおすすめみたいなね、そう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 、共通のフォローがいたりする人を出したりするじゃん、うん、で出てきて、うん、パッて見たよ、うん、したらフォローしてくれてて、えっ、ー、と思って、あれでルールむずーと思って、え、この子ルールむずっと思って、あ、どういう子なんみたいな、監視されてんのかなみたいな、これフォローじゃなくて監視されてんのかなみたいな、超怖えと思って、あ、なんかのタイミングでご飯行こうってなってご飯行ったんだよね、そう、でその時話して、うん、あ、なるほどなみたいな感じだったの、この子そっちねみたいな、あっていう印象、あ、一番最初は、いや、そう、なんか1回目は淡々と見つめるんだよね、多分初めましての1回目を、うん、しっかり淡々とこう見つめる作業をして、はいはい、うんうんってこう一つずつこう、うん、かいつまんで噛み砕いて、うん、で今後どうするかを一回持ち帰るみたいな、はい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 、で家に帰ってきて、うん、まあ、考えた結果、うん、同じ波長だな、あ、うん、世の中に感じてる違和感とかも似てるな、うん、でも確かにあのラジオ中も同じところで大きなリアクションしてたなとか、なるほどね、すごくあの言
響いてたな、私もだったなとか、うんうんうん、そういう共通点をこうなんか家に帰ってきてこうかいつまんでこう見てた時に、うん、あフォローしよう特に多分私女性に対しては結構いきなりいけるんだけど、うん、多分男性に対してはあんまりないから、うん、その、うんうんうん、女友達はめっちゃ多いけど、うん、男友達とかっていないから、わかるわ、なんかいけないんだよね、同じようにはめっちゃ気使うよね。そう、いや私もいやグイッと行ったところでキモいよなみたいな、あーわかる、なんかすんごいわかる、それうわどうしよう、同じだと思うんだけど、私も結構誰とでも仲良くできるタイプとか、うん、友達多いタイプだって思われてるから、グイッと行った時に、うん、うわ俺にも来たじゃんって、あこいつ本当に誰でも行くやんって、うんうん、何度も、うん、あなるほどね、なるほどね、なんだよね、うんうん、分かる分かる、すごい分かる。そうで、なんか変に仲良くなってたところで単発の関係になるぐらいだったら、ね、わざわざそう踏み込まなくていいなと思うけど、うんうん、だけど今回はあなたに対しては、うん、いやなんか似てるもんなみたいな、ここまで似てる要素があるのであれば、うん、そんな単発の付き合いになることではないかもと思って、うん、いやだったら でも恐る恐るだったよ。あそう、私だと恐る恐る言ったら、うん、意外に同じようなこと思ってたみたいなこと言うからそう、あ、そうだったんだねみたいな感じだったかな。なるほどね。共通の知り合いが多いければ多いほど、うん、ちょっと行きにくい、逆に。まあ俺の中でもはやその話するのもうタブーというか、その共通の誰々の知り合いじゃないですかっていうのってさ、うんうんうん、もうそれは良くないっていうさ、わかる、うん、そう、それ言い出したらずるくないって俺思っちゃうから、1対1の人間として、うんうんうん、個々でね戦わなきゃいけないよね。そう、こっから深くなるかどうかだから、なんか、うん、あんまその共通何々 何とかいやすげえわかる、その会話超嫌いなんだよ、なんかちょっと違うっていうか、別に私はあなたのことを見て判断してるんですけどみたいな、別になんかそこのなんかそのなんていうの、後ろに共通誰がいるかとかそうそうっていうのではないなって思ったのと、うん、でもちゃんとなんか人間同士の生身の命のあるぬくもりのある話をできる人だなとは思ったの。ああそう、俺でもさ、うん、もうこんなこと言ったらあれだけどさ、うん、基本的にああいうなんだろう、テレビとかラジオとかさ、うん、いろんなスイッチがあるのね、うん、あの中で、うんうんうん、まあ当たり前だけどオンにしていくわけよ、うん、だバラエティ出るときは面白いがメイン、うん、自分のキャラを利用して面白いがあれば何やってもいいと思ってるから、うん、この間のラジオみたいな、うん、ああいうときはちょっとテーマが、まあ、真面目というかさ、うんうん、人と人が向き合うやつじゃん、うん、だそうやって話すやつは割と素より入れてくんだけど、うんうん、でもやっぱ言ってもお仕事なんで、うん、ちゃんとスイッチ作っていくわけ、うん、言葉選んでやったりするんだけど、うん、作られた俺を見てもなんか感じたってことでしょ、うん、これすごいよ。言葉は選んで話してはいるんだけど、うん、嘘はついてないの。あなるほどね。そうなるほどね。私の中でそこ結構大事で、うん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 、言葉は選ぶよ、そりゃ仕事だから、うん、いやだけどなんかちょっともうそのスイッチが入りすぎて、うん、はい、わかります。あれ、わかります、わかります。嘘だな今の嘘ついたなお前お前嘘つくんだったら俺もお前に本当の話しねえよ。わかる、わかる、いいね、わかる、それかる、めちゃくちゃわかるいいのな、いる、うん、いる。でもさ芸能人の人ってみんなそうだ、まあ、みんなそうよ、みんなそうでしょ、割とそうだけどだから私はいつもあの、まあ、ラジオやってた時は、うん、最初はだから嘘つく人はいるのよ、うん、だけど、ね、だんだんとこう剥がしていく作業っていうのをいつもしてた。やめなさい。そのなんか何してんの。なんかどこのパーソナリティなの。おい、そんなやつのどこのパーソナリティなの。刺してるだけじゃねえか。